です。さらにちょっと進化していくんですけど、で今回、これですね、これガッツミラーちょっと取っちゃいます。これ取って、ちょっとシンプルにね、まあ、していきたいと思いますんで、でまあまあそこまでねガッツミラー取るだけでガラリちょっと変わるんですけど、今後のちょっとあれ妄想とかカスタムする、ね、ちょっと藤野さんなんかやりたいこととか。そうですね、あとリアバンパーとリアバンパーのサイドと、あサイドで、バックパネルでしょ、前、あそうです ね、ボンネットですね、ボンネットとサイドとリアバンパーですね、はい、ね、ちょっとね、ゆっくりやっていきましょう、楽しみに、ちょっと今後、ちょっとこの車両自体がね、どう変わっていくか、ちょっと楽しみなんで、でとりあえず今日、車検対応のちょっとカメラつけて、で、ちょっとこうガッツミラー撮りますんで、どんな風に変わるか、超交互期待で、よろしくお願いします。で、とうとうね、YouTube も1000人超えました。もう藤野さん、もうね、みんなのおかげだと思います、僕は。ありがとうございます。ありがとうございます、本当。ね、今後もちょっと頑張っていきますんで、はい、よろしくお願いします。はい。ちょっと、これちょっとカーディアをかっこよくしますんで、さらに。はい。お楽しみに。はい、今ちょっと、ね、作業順調に進んでおります。で、まあカメラなんですけど、前方を映すように、しないとダメなんで、でまあこれパンパン変えてますんでね、ちょっとステーつけて、でまあ前の方を映すようにちょっとカメラを仕込みます。で、これまあガッツミラー外しますね。外して、でレースここがね。埋まった状態のやつに変えますね。で、この、ミラーにこれですね。ここに分かりました。ここカメラ。これ映すことによってこの下回りが映るようになって、この辺ですね。この辺が映るようになって、で車検通るようになります。まあちょっと大変車検が、でカメラ。なんですけど、モニターですね。カメラはモニターを映すようにして、車検を映すように、車検通るようにします。まあ、ちょっとね、もうほぼほぼもうちょっとあれですね。ちょっとこう手前をね、そんな感じです。ね、物自体は、結構。ネットとかでも売ってるんですけど、まあ4万ぐらいですかね、4万前後で多分売ってると思います。じゃあ取り付けが大変なんで、さあちょっと頑張ってやっていきますんで、後ほどまた完成したら、お披露目しますんで、はい、できました、完成です。ガツミラーね、とってすっきりになりました。でカメラの方もと前ですね、はい、でこれ で車検対応ということで、一応ね、はい、このフロントの台座がワイドより長いです。いい感じですね。まあ、これガッツミラーないのですっきりしましたね。いい感じです。で今日今回ねこれともう一個、ね、ボンバーもつけたんです。
藤田さん、すっきりしましたね。すっきりしましたか、ガッツミラー撮れて。ね、いい感じです。かなりすっきりで。あと、操作の人、これは。で、後ろちょっと、よろしくお願いします。次はリアバンパーで、リアバンパーで、はい、行きましょう。すいません、もう長々と、いえいえいえ、ありがとうございました。ね、今後もちょっとね、この車両に関してはちょっと考えてみて、はい、どういう風に変わるかちょっとすごい楽しみです。こんな感じで今回終わらせてもらいます。ありがとうございました。